来てるよね。はい、こんにちは。ガンダムです。前回、新武器の STG の方を紹介しまして、今回は新武器の、SMG、ステイティック HV、こちら使っていきたいと思います。今回のアップデートで、ベスト類が全部強化されたんですよね。で、今までは、こう、まあ、ベスト、いろんなね、能力があるんだけど、大体デメリットが、グレネード使えないみたいな感じだったんですよ。例えば、エンジニアベストだったら、リーサルのこのグレネードが使えなくて、まあ、それがデメリットだったんだけど、今回のアップデートでデメリットがなくなりましたと。なので、ちょっとこいつを組み合わせます。この SMG はリロードスピードが遅いっていうのが弱点なので、で、エンジニアベストをつけて、このギアを1つ増やして、マグホルスターでリロードスピードを上げると。で、エンジニアベストはね、地雷とかが透けるから、まあ、非常に公開マッチで、ね、カジュアルで使えるベストなので、まあ、エンジニアつけてるけど、まあ、別にマグホルスターがつけられれば何でもいいかなとは思いますけどね。今回のカスタム構成はこんな感じになっております。今回視聴者さんにね、タックスタンスで運用すると強いよっていうのをね、教えてもらったので、タックスタンスメインで、構成されてますけども、すいません、英語表記ですね。僕すいません、日本語表記の細いフォントを見るとアレルギー反応が出てしまうので、ちょっと英語表記ですいません、やらせてもらってます。おっしゃ、やっていこうか。よかったら今日もチャンネル登録、高評価、ぜひモチベーションになるのでよろしくお願いします。Xbox のマウスでレベル1、レベル10、レベル19。ゲームパス民ですね。おーっと、これレベル1は、ちょっとこっち味方に来よう。うん。味方に来て、味方にさすがに。これぞスキルマッチ。ちゃんと機能してますね。味方が全員、ね、レベル、始めたての人だ、これ。やっていきましょう。新マップ。さあ、このね、ADS した状態で十字キー下ね。これでタックスタンスモード。Let's go! ダウン。裏取って。この辺はいないかい？ナイスキル。これすぐリス戻ってるよ。で、このリロードの速さですよ。マグホルスターによる。何してんだ？距離倒せんのこれ。タックスタンスって距離倒せんのこれ。ナイス。エリアクイックリロードフラグ指多分こっちから来るね。オーケー。動いてない。どうした？トイレタイムかな？親フラかな？ちょっと毒ガスが臭いぞ。泳いでる当たらないんだけどあそこ。まあリゾート地だからな。正しい遊び方かもしれん。なんかずっと泳いでないかあいつ。まあ、一旦男か。一旦男。まあ、カジュアルマッチ、いろんな人がいるなってことっすよね、つまりね。オッケー。右？オーライ？リロード？いや、マジリロードがかっこいい。かっこいいし、早いと。こっち来るんじゃない？タピオカさん！アドバンス UAV。オンライン。で、右から行くと、そう。言うて、遠距離倒せると言っても、かなり遠距離が弱い SMG だから、何してんのあの人。これ真下で湧いてる。ワン、ソム、いけファンデル。弾がない。危ない。ファンデルに遠距離任せつつ、エリアを倒したい。オッケーナイス。これ下で湧くんだ。ディスやべえな。まあ、狭いマップだからな。なんか目の前で湧いてるような気のせいかな。さすがにないかそんなことで。裏取ってオーライ。さあゲーパスの初心者さん、これがスウォームというものだ。初めて見るでしょう、スウォーム。多分。てか、レベル1の人がいたから、1試合目からスウォームを見てるということかこれ。オーライ。センター外周来るよ。危ない。一旦スロープレイなのか。よし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 。来週多いんじゃないかなと思うんですが、ああ危ない。これ UAV 欲しいな。 OK、 MGB まであと少し。諸君らの力をみんなに貸していただけ。違う、だってあれ、諸君らの力を。なんであんなしょうもないのに死ぬの。ここまで連キルできて意味がわからないんだけど。前上がるよ。ワンダウン。戦隊行ったな。ナイスキル。ゴーストか。まだ来るね、正面。これがタックスタンスの。え、そっち行くんだ。これがタックスタンスのスピード。素敵を見せてやろうじゃないか。あー、まあでもこれこの武器普通に覗いても強いから、わざわざタックスタンスでやる意味がどうなんだろう。まあ強いか、強いのかな。まあ確かに横移動も速くなるから強いか。自分で紹介しといてあれですけど、いやでも強いな。まあでも COD のカジュアルマッチはね、強武器で暴れ回ってこそですからね。ハローエアリアルちゃん、お尻かわいいね。タピオカちゃん、あれは飛び降りたんじゃないでしょうか。さあまだリロード。あれダミーですね。まさかここまで綺麗にダミーな騙される日が来るとはな。やるじゃないか。なんでこの人たちみんな水の中に入るんだ。またダミーだこれ。なんかずっといるんだよな。水中ではハンドガンが使えますからね。こういう風にどんどん使っていきましょう。あ、OK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  ちょっと一旦落ち着こうかな。あなあなあなあ、乱されているプレーを。この人たちなんかやけに水の中入るから調子狂うな。これまだ下にいるね。ナイスキル。味方もショットガン。これはリスが変わったと思われますね。あ、そうでもない。まあ、警戒することが大事だ。だんスタン入れて。弾がやっぱすぐなくなるな。うん。ついつい弾幕を張ってしまうからな。で、できれば突っ込みたいよね。このカスタムなら。リス変わった。もう決めフラグだ、決めフラグ。なんかやっぱずっと赤点あるよな。え、何してんのこの人。まあ、カジュアルだからな。これカジュアルですから。いろんな人がいるんですよ。うん。多様性、多様性の時代。さすがにあれはダメだと思うけど。まあ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 。ワン味方でした。まあ、エイムしておいて、損はない。モスキードローン。モスキードローンはなるべく家の中に入りましょうね。さあ、敵は正面脇。1枚。サプレッサーと相性良すぎるな、これ。全然バレないもんね。基本的にブレーがないから、マズルつける必要もないもんね、こいつ。OK。これ、あの脇じゃない？これ、あの脇になってるっしょ。そこの坂脇。OK。で、多分これ潰したら左脇になるんだな。多分これ外周来てるはず。当たるね。まだ来るまだ来るまだ来る。ちょっと鼻水垂れてきた。やべ、鼻水垂れてきた。やばいやばい。あ、失礼しました。こっちいないね。左から回るか。じゃあこの距離も増えちゃうんだなこれが。ああで先隊いる。それ やりに行こう。 OK レッツゴー。クラスターマイン行こう。これエンジニアねつけとくとね、こうクラスターマインがね透けるから、カジュアルだとエンジニアがめちゃめちゃ強いんよ。なんか立ってきた。Requesting recon flyover. Changing maps. Move to the hard. 薄変わってる。何してんだこの人。いやつえーこれ。当たんないんだけどあれなんで？ナイス。いやこのマップ面白いね。まあちょっと狭すぎてたまにショットガンがいるのがあれだけど、ショットガンいなければめちゃめちゃ楽しい。なんかあの人ナイファーやってんな。うわすごいぞこの数。スタン当たってる。うんち。なんだあの金盾。甘いな。使えないなその盾。まあ弾あるぞ。こっちジャガーの来てくれたのか。エリアはあれはシールドだから一旦置いておいて、上からの攻撃だ。おっと、下に地雷、クラスターマインかな、ただの地雷かな。それによって詰めるかどうか決まってくるが、これまた、ちょっとまたいるぞ、これ。何してんの、これ。何してんの、君、ほんとさっきから。多分、海外プレイヤーでしょう。皆さん、これいやね、ほんとね、カジュアルはマジでカジュアルに楽しんでくださいね。うん。真面目にやりすぎる必要はないですよ。真面目にやってイライラするぐらいだったらね、ほんとよ、ふざけてやった方がいいですよ。ほんとに。そこいる。何してんの？こっち回って。いい反応。スタン入れて。はい。投げ物ね。原点にして頂点。大事。諦めちゃったかな？どの整備？ほらい。弾がないよ。下かなこれ。いや、上だ。いやあの距離倒せるんよねこれ。ドローン出してフラグ入れてスタン入れて当たってるよ。ジャンプジャンプジャンプ。おっ100キロはいきましたね。レッツゴー。ほとんど左脇か。あとは建物を倒すだけ。なんで今のスタン当たったんだろう。で、左脇カットもう一枚。カットできてないけど、多分あれスウォームがやってくれるから、あ、ファンネルがやってくれるから、一旦放っておこうか。あ、下で湧いてんな。エリア倒せてない？そこ来る。オッケー。オッケー。ほとんど外周かな。裏脇。ああ俺カジュアルだとこの武器負ける気しないな。てか昨日マジでたっぷりランクマッチやったから、もうカジュアルが軽く感じるぜ体が。ああ後ろ湧いたのこれ。わっ奥で湧いてるんだけどまだ。これジャンプしながら撃てばいいんじゃないこれ。こうやってこれやこれあかんじゃん。ちょっと待ってどうですか味方の、レベル61221の方。これがコールオブデューティーです。ようこそ。